はい、店の名前がもうそのまんま、本当だ、鈴木まさみの店。うわー、日本一だ。うわー、いい香りだ、コーヒー種類がたくさんめちゃくちゃあります。ここコイで鈴木さんにカフェラテをいただきました。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。コーヒーのお店ってあんまりミルクとかそのお店のこだわりなのかなと思ってたんですけど、意外とミルクに合わせてお砂糖も入れてくださって、このお店はもちろんあの何も入れずにブラックで飲んでもらっても美味しい豆もあれば、ミルクとか入れたりお砂糖入れたりとかしても合うコーヒーも、もうあらゆるものが置かれてる、人の好みによっていろいろ選べるような状況で置かれていて、ここにあるようなものっていうのは地元の特産品じゃないですけど、アビコのお土産として置かれているとみんな認知してる。実際に豆を購入して、何置かれてるんですか。ハワイ粉ブレンド、酸味があるブレンド、これはそうですね、節月か、これは僕一番僕の好みに合う、これだけやっぱり種類があるからそれぞれ自分の好みのコーヒーっていうのは絶対見つかりやすいと思うし、コーヒーグッズとかもね、全部揃ってる。よくアビコで有名な焙煎屋さんだって伺った。ああ、いえ、変わり者で有名なだけですけどあえてチェーン店とかそういう風にしないで、昔ながらの本当に火で焼く焼き方で焼いてる形なので、石臼で引かれたりとか。あ、そうですね、ここにあるアイスコーヒーは石の臼で引いたお豆だけを使って作ってるこだわりのってやつなんです。コーヒーって見た目と違って油を飲んでる飲み物って言われるぐらい油分が多いんですよ。確かに。なので機械で引くとその時のカロリーで熱が生まれちゃうので、どうしても酸化しやすいんですよ。石ですと単純に言えば冷たいまま引けますので酸化しにくい。お蕎麦なんかもよく石臼引きのお蕎麦が美味しいって言いますけど、あれと同じ原理なんですけど、たださすがにコーヒーの豆を引く専用の石臼っていうのが世の中にはなくて、お蕎麦用のしかないもんですから、職人さんを探して目立ての職人さんっていうコーヒーの豆に合うように、はい、作ってもらったやつで商品化したんですけど、ただ時間がかかるので普段やってるわけいかないので、何かこだわった品の時だけそうやってやってるんですけど、ちょっとだけ透明感が出たりして、まあ趣味が高じてですけど。今いただいたコーヒーの豆はどうですか。あ、これはブラジルサントスと呼ばれてる中の無農薬有機で作ってるお豆だけを使ってやってますよね。まあ、ミルクにわざと合わせるためにちょっと、はい、甘みを強めにして、牛乳で本当は半々ぐらいに割っていただくとすごく贅沢なアイスカフェができる。結構リクエストが最近多くて、ミルクで割って飲まれる方が多いんですよね、アイスのコーヒーを。いろんな方からもリクエストあったんですけど、どうしてもそういうのを作ってもらえないかって、ね、一度にこういうの300本ずつ作るんですけど、それ全部引き取っちゃってもいいから、あの鈴木さんのところで作ってもらえないかっていう話で、他のお客様からも言われてたんで、じゃあ試しにやってみましょうって言うんで、いろいろお豆探してミルクに合うやつを見つけて作ってみたら思いのほか良かったんで、全部引き取るっていうふうに言われてたんですけど、いやちょっと半分ぐらいにしてもらって残り半分は店で販売させてくださいってことで、それ始めたのが3年ぐらい前なんですけど、他のお客様にも好評で、でも今は定番化して。コーヒーって焙煎した後もそうですけど、入れた後も、はいはい、味が落ちていくのかなと思うんですけど、はいはいはい、どれくらい持つの。あの実はちゃんと火で焼いたコーヒーって結構長く持っちゃうね。今はちゃんと火で焼かない時代に実はなっちゃってるので、はい、大量生産するためには直接火で焼いてますと職人がつきっきりで、しかも焦げないようにずっと見ながら、大量には焼けないもんですから、うん、違うところでまあ火を焚いておいて熱い風を送り込む、まあ、ドライヤーで炙ると考えてもらえれば分かりやすいんですけど、もうほとんど日本とも9割方そのやり方になっちゃってますので、風味が落ちるのが早いって言われてるんですけど、本当の火でじっくりちゃんと焼き上げれば割合風味も長く持ちますし、油分なんかもこう酸化しにくいって言われてるので、うちはあえてちっちゃなお店1軒だけで昔ながらの直火にこだわってやってるんですけど、あのアイスコーヒーのパッケージのやつについては開ければ加熱殺菌しかしてないので1週間ぐらいで飲み切っていただきたいんですけど、開けなければ10ヶ月ぐらい持っちゃいますね。最近私もいろいろ取材をしていて、はい、先日ちょっとホテルのレストランでちょっとお話を聞いたんですけど、はいはい、なかなかコーヒー豆が大きい会社のスターバックスとかどこに抑えられてしまって手に入りづらい話がいろいろあったんですけど、はいはい、そのあたりってやっぱり難しくなってきて、はい、実際難しくはなってきてますね。
いいお豆が日本に入ってきたなと思っても、やっぱりそういう大手に、結局商社もねご商売ですから、専属してドンとだったり、あとは現地で直に持って買い占めになっちゃう形もあるので、なかなか大変です。今あと日本だけでなくて中国でも実はコーヒーブームが始まっちゃってますので、まだね富裕層だけみたいですけど、人数も違いますし財力もきついもあるので、日本がいいなと思っててもそれをやっぱり持ってかれちゃうことも多いので、頑張っていいお豆を確保しないと大変な時代ですけど、はい、こういう小さなお店はなかなかもう経営をずっと続けることさえ難しい世界なので、私はたまたま運よくお客様に恵まれ30年やらせていただいてるんですけど、元はちょっとお隣柏で始めたんですか、はい、最初10年ぐらいは、はい、そちらではなかなか苦しんで、はい、ちょっと一歩間違うと危ない状態まで本当に行ってたんですけど、我孫子に最後移らせていただいて、やっぱりうまくいけるようになったので、コーヒーのお豆って科学的なものという方もいらっしゃるんですけど、どちらかというと私はやっぱり昔ながらのこの感覚が大事な世界、まあ絵を描いたり歌を作ったりとか、そういうのにちょっと近い部分があるような気がして、そのインスピレーションを高めるっていうことで、この手賀沼近辺というのはすごくいい場所 でこちらに移らせていただいてから、いろんなところで取り上げていただけるようないいコーヒーがたくさん作れるようになりましたので、オリジナリティがであるということで、名前がいいですよ。いや当初は変わってるなっていう感じで、はい、ちょっと受け入れていただけない、恥ずかしいみたいな感じも、30年近く前はやっぱりコーヒーはせいぜいモカブレンドとかスペシャルブレンドとかマイルドブレンド、そんなような名前しかなかった時代なので、うん、そこでいきなりときめきとか幸せなるとか、ね、コーヒーじゃないような名前を持ち出してやってましたので、最初は変わってる感じだったんですけど、でもやっぱり味のイメージと合って、それでいて美味しいっていう風に言っていただけるようになって、著名な方たちも結構ひいきにしていただけるようになると、見方が少し変わってきて、かえって面白くていいんじゃないってことで、最近はでも次はじゃあどんなのとか言われて楽しみにされちゃうんで、割と大変なんですけど楽しみながらやらせてもらう。現役でいる間は常に今日より明日がいいものっていうことでやってますので、30年ずっとってお客様も多いんですけど、変わらないねって言っていただけるにはちょっとずつ進歩してないと難しいもんですから、ありがとうございます。あ、いえいえ、すいません、本当にありがたいですね。手賀沼とか以降で紹介していただけるのは、手賀沼喫茶店多いですよね。そうですね、最近増えました。ぜひいろいろ紹介してあげてください。ありがとうございます。かえってすいません、いえいえ、ありがとうございます。はい、すいません。はい、というわけで日本一の焙煎職人鈴木まさみさんのお店に行ってきました。本当に職人でしたね。ちょっとずつ変わっていかないと、変わってないねって言ってもらえないっていう、あの深いね。でこれがあのアイスコーヒーなんですけど、これ買いましたんで、こちらもね実際飲んでレビューしてみたいと思います。はい、はい、というわけで鈴木まさみさんのお店、コーヒーがお好きな方はぜひ行ってみてください。ネットでも売ってるんですよ。はい、はい、ぜひ見てみてください。というわけで、今回の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。